二世紀の古代ローマのモザイクに描かれた古代ギリシャの演劇を象徴する悲劇の仮面。カピトリーの美術館所蔵。カグラ、画像はミコカグラ。ノーバレー、画像はクラシックバレー、白鳥の湖の舞台。落語の公演曲芸、画像は中国の雑技団がロイター板を使った曲芸を披露しているところ。手品、画像はステージマジックの一種である。 イリュージョン・マジック賞。舞台芸術とは演劇、歌舞伎、ミュージカルなど舞台や空間上で行われる芸術の総称。英語ではパフォーミング・アーツという。音楽や美術、言語など様々な要素が用いられるが、本質的には表現者と観客が同じ時間と空間を共有しつつ、その場で作品の実態が生み出されていく形態の芸術を指す。 その際に表現者が作品実態を提示していく場所が舞台であると定義できる。つまり舞台芸術とは必ずしも劇場で行うことが成立の条件とされているわけではない。舞台芸術の分野としては演劇、音楽、舞踊などがある。また日本の伝統的な舞台芸術としては脳、表現、歌舞伎、日本舞踊、文楽などがある。 これらの分野はいずれも、その分野内に、多様なスタイル、流派などを内包している。なお、文化行政では、音楽、演劇、舞踊が、舞台芸術の三本柱とされている。また、講義では、曲芸や落語など、各種の演芸、さらには格闘技から派生したため舞台の代わりにリングを用いて試合を行うプロレス、また、大道芸などのストリートパフォーマンスの一部なども、 舞台芸術の範疇に含む場合もある。ここでは数ある舞台芸術の中でしようと思われるものを列挙する。ありがとうございます。